今日の題はメンタル。カタカナで表記されることも多いけど、英語のメンタルが大元だね。最近だと豆腐メンタルだとか、メンタル的にきついみたいな使われ方をしてるのを見るよね。それでさ、本当にごく稀なんだけども、宅主のメンタルが強いって言われたことあるのよ。強いの？全然強くないよ。宅主曰く回復速度が速いってことらしい。それは強いってことと何が違うの？例えばだけど、強い人はダメージを受けて倒れたら奮起して立ち上がるじゃん。物語での勇者みたいにね。宅主は倒れた後に、せっかく倒れたんだからこのまま寝ちゃおってした。あくまで例えだけど、こんな感じで強くはないよって主張してる。結局自分のことは自分が一番わかるからね。